大志座の皆さん、こんにちは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は大志座の皆さんにとって4月がどういう流れになるのか、占星術を使って星の動きを解説することと、あとタロットカードを使って皆さんの心の状態とかこれからの未来の可能性っていうのを見ていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず4月の動きなんですが、4月は感情や思考を超えたところで必要なことが起こってくる1ヶ月になります。後半はモテ期の到来です。一皮むけた自分らしさで勝負してください。2021年っていうのは、何回も言ってるかもしれないんですけど、大志座さんにとっては非常に社会が変わっていく、環境が変わっていくっていう大事な1年ですよね。まあその中でもこの4月っていうのは前半と後半、特に4月20日までと20日以降っていうのが大きく流れが違うなっていうことを感じられるかもしれません。全体のところでも言ったんですけども、もし全体の流れをまだご覧になっていらっしゃらない方は、ぜひこの辺にあるバーをクリックして全体の流れもご覧になってからまたこの動画に戻ってきてください。4月23日までっていうのは火星が双子座に入っていて、大志座の皆さんにとっては非常にその稼いでいく力とか、もしくはその今年のテーマである自分の社会をね、切り開いていく、整えていくって言った時に、まあどういうその自分の価値観で作っていくかとか、どんな力が自分にあったかなっていうのを思い出すようなきっかけを与えられていたっていう感じがするんですね。で、中には引っ越しをするとか、仕事を転職するとか、まあ、そういう時ってその自分が何を大事にしているかってすごく際立ちますし、もう一回こう見返さないといけなくなるので、それだけちょっとね、こうストレス、変化に対するストレスっていうのはあったかもしれませんが、でもすごくこれは応援されてるエネルギーなんですね。なんでしょうね、こう4月ってこう全体的にちょっと後ろから追い風が来てるっていうような時なので、もし新しい環境が怖いなとか大丈夫かなって思っていたとしても、意外とうまくいくっていう感じだと思います。はい。そして4月の4日とか5日とかですね、こう自分の中の本当の答えが出る時なんですけども、大志座の皆さんにとってはここはですね、スピリチュアルな感性というか、感覚的にね、分かるっていう感じがあるんじゃないでしょうか。そして4月12日が新月なんですけれども、これはですね、4月の20日までの動きっていうのは何か見えないところでまるで操作されてるかのように人生が展開していくっていうことを感じるかもしれません。ですから先ほどの4月5日とか4日とかの感じること、自分の中で思いつくことだったり、または4月12日の新月っていうのも、自分一人の力ではどうにもできなかったことが動き出すとか、あ、こんな風にできたみたいな、そういうこう奇跡っていうか、偶然の一致というか、まあ、シンクロニシティみたいな、そういうことを感じるんじゃないかなと思うんで、そういう流れなんですね。見えないところでちゃんと整えられてますよみたいな時です。はい。そして4月15日から金星が大志座に入ってくるので、これは非常に穏やかな感覚になると思いますし、ああ良かったんだって、これで良かったんだって思えることがあると思います、このあたりにですね。ですから4月の前半もし緊張していたり、ちょっと気負いすることがあったとしても、15日ぐらいをめどにちょっとほっとしていくというか、やっぱりこれで良かったっていう形になっていき、そしてさらに4月の20日以降は太陽も大志座に入ってきますから、お誕生日を迎える方もね、多くなると思います。おめでとうございます。まあ、そのお誕生日を境に、どんどん自分が社会に対してやっていけるっていう自信だったりとか、やっていきやすくなる光っていうのを自分が浴びているっていう感じになると思います。ですのでね、まあ、細かい日付っていうのはもう全体のところでお話ししたので、まあ、これぐらいにしとこうかなと思うんですが、とにかく大志座さんにとっては、あ、4月の前半がこうなんだか動かされてるぞっていう感じ。じゃあそのどんなふうに動かされてるかっていうのは、その前に自分が願っていたこと、こうなったらいいなって思っていたことに対するなんかヒントとか環境の変化がきっと起こってると思うので、それが自分にとってプラスのことなんだと思ってみてください。そして4月の15日からちょっと優しいエネルギーが入ってきて、20日以降、ここからが2021年の本番ですっていう感じなので、ここから確かな感覚として自分の力っていうのを思い出していけると思います。星の流れはこんな感じです。ちょっとタロットでも見させてください。新年度って変化多い時ですよね。でも大志座の皆さんにとってこの変化は絶対いい変化だと思う。宇宙が与えてくれたいい変化ですね。はい、では一緒に見てみましょう。カード見えるかな。はい、
はい、4月頑張れそうですね。まあすでにおそらく4月からこうなっていくんだっていう期待とか希望とかって多分あると思うんですよね。でそれはすごく自分にとって良さそうな気がするっていうその予感があるかもしれませんね。でそれを現実化するために結構バタバタしているというか、やらなきゃいけないことがたくさんあるっていう、その自分のペースでねやっていきたいのに、環境的に合わせてあれもしなきゃいけないっていう、これもしなきゃっていうような、それちょっと忙しさがあったかもしれませんね。特にその4月前半と後半が全然違う流れだって言ったんですけれども、その時にね自分が選べるものがあるっていう感じで、オプションを選べるっていうか、こっちにしますかそれともこっちにしますかって、まあどちらにしてもすごく進化してるなって、動いていってるなっていう感じはすごくするんですけれども、なんか自分の中でやっぱり失敗したくないからこれでいいかなとか、やっぱこっちの方がいいかなとかってこう迷うことがありそうですが、どっちでもいいですっていうふうに言われてます。はい、どちらでもいい、どちらにしても自分にとってはプラスの道だよっていうふうに言われてるんですけど、まあヒントとしてはどちらがより未来につながりますかっていうメッセージですね。今いいっていうんじゃなくて、どちらが来年以降とか、もしくは今年の後半以降の自分につながりますかっていうことを念頭に置いて選択すると分かりやすいかなと思いました。短期的な例えばお仕事で今だけっていうんじゃなくて、この仕事を経験することでもしかしたら来年また新しい仕事ができるかもしれないっていうような感覚で、今始まってる流れって来年につながりそうな感じがあるので、そういう視点で選んでみてください。決して自分にできるかできないかっていう視点ではなくて、この道はどこにつながってるんだろうという視点で選んでください。そしてですね、その後、まあ若干ね、この4月大下さんはね4月後半すごくいい時なので大丈夫だと思うんですが、全体的には4月の21日ぐらいっていうのはちょっとこう急に不安になったりとか葛藤が起こりやすい時なんですけどもね、その時にやっぱりなんだろうな、もっとできると思ったのにとか、なんかそういう自分の中の心の声を聞こうとする、ちょっと止まろうとするみたいなエネルギーがありますが、すごく頑張って勉強してるなって感じがします。慎重になっている。なんかそのさっき言った自分がどっちを選べますかっていうそのオプションを選ぶときに、完全に自分の力で選んだという感覚がないままに、なんとなく会社の意向でこうなったとか、なんとなく家族の都合でこうなったみたいな、そういう思いがあるかもしれませんが、でもそれも実は宇宙が与えられてくれてるいいヒントだったり手助けだったりするので、完全に自分だけっていう風に考えようと思うと迷いすぎてしまうけど、やっぱりこっちだよって教えてもらってるんだなっていう感じがしました。そのことを本当にこれでいいのかなって自分でよく吟味しながら慎重にやっぱり進めていきますね。続いていくっていう感じがします。そして今この4月に経験する経験は全てが自分にとってなんか新しいものを構築していくための材料を揃えていってるというか、自信をつけていってる作業ですよっていうふうに言われています。で特に、4月の後半は新しい人と関わったりとか、学んでいくことが多そうなんですね。でその学びがこう自分が1回言われてすぐに分かったとかっていうだけじゃなくて、何回聞いても忘れちゃうなっていうことが、まあ、普通なのでね、反復しながら学んでいってるって思ってください。まあ、オラクルがねソードのエースなので、本当はなんかねソードのエースとか、ここの戦車とかまたはソードのナイトとかが出てるんですが、本当はもっと勢いよく進みたいとか、もっといい状態を自分で感じたいということかもしれませんが、十分進んでますよ。4月はちょうど切り替えの時なんでね、そんなに4月だけで爆走しなくても大丈夫です。5月もまたありますし、5月も楽しみですよ非常にね。なので、まあ、4月はこんな感じです。心の状態として何か言うならば、そうですね、その正しい選択かどうかっていうものにこだわらないということと、なんか自分には結局この道しかないじゃないかとか、例えば妨害のように思えることがあって、じゃあこっちしか選べなかったとか、また家族や仕事の会社の意向でこうなってしまったって思ってることも、実はそれは宇宙の采配であり自分にとってプラスの道でしたねっていうことがあるかもしれません。そして後半ぜひ自分に光が浴びてる時なんですけど、光が浴びてるから全部いいっていうわけではなくて、
その光が浴びてるからこそ今学ぶべきことが提示されてるっていうこともあるので、あ、じゃあそれを一歩ずつゆっくりと吸収していこうっていう感覚で進んでいけたら、こう自分がちゃんとこう畑を耕していくようにきちんと育てていけますよっていうのがメッセージでした。はい、ということで4月はこんな感じです。新しい年度ですよね。牡牛座の皆さんが楽しく安心して過ごせますように。今月もありがとうございました。また4月12日の新月あたりにタロットリーディングしたいと思います。ありがとうございます。失礼します。